本こそ。なんで美鈴が来るの？みんな美鈴さんのことは知ってるから大丈夫よね。いや、頼んであげております。来年の秋公演のキャストオーディションを開催します。タイトルは光を浴びたい者たちです。その主役を決めるためのオーディションです。じゃあ誰にでも主役になれる可能性があるってことですか？そう、まだ入りたての愛ちゃんにもあるし、もちろん美鈴さんにもチャンスはあります。その主役の決め方ですが、一番みんなのことをまとめながらも自分なりの監視か囚人を演じたものにします。よし、頑張ろう。あ、美香ちゃん囚人でしょ。ビシバシ行くからね。ねえ、純ちゃんの監視怖そう。このバレエ団ってのんきなんですね。あ、のんきだって言ってるんです。これはオーディションですよ。こんなんじゃ監視グループに主役取られちゃいますよ。いやいや、囚人は囚人らしく自己表現してればいいと思うよ。囚人グループにはプリマが2人。それがどうしたの？椎名バレエ団のプリマ足立美香と橘バレエ団のプリマの私。美鈴もお願いだから変な誤解を生むような発言はやめて。美香ちゃん、私のことミスズだなんて呼んでたっけ？ほら、小学校から一緒なんだからいいじゃない。でも純ちゃんのことはちゃん付けしてるよね。それはあまり仲のいい距離にいたくないから。どういう意味？そっか、私のこと呼び捨てにするのはお互いプリマだし仲良くしていこうってことね。それで純ちゃんのことは自分の領域に踏み込んでほしくないからちゃん付けしてるんだ。そんなんじゃないよ。純ちゃんのこともたまに呼び捨てにすることもあるし。本当に？10年以上の付き合いで同じバレエ団で育ってるのに変な2人。やる気あります？私本気ですから。本気でミカちゃん潰しに来ましたから。32番と91番が私のことばかりするんです。罰を与えてください。2人は何かしたの？何もしてないわよ。私たちが引き下がりましょう。なんで？ミスズはこういう子なんです。私の言うことに何でも同意してくれてればいいの。そういえば足立先輩と久保先輩と美鈴さんって同じ学年だったんですよね。昔は仲良かったんですか？それほどでもないけど。じゃあ仲悪かったって？いや別にそういうわけじゃなくて。なんで？ああ、いつも百科ゼロなの。だって昨日。昨日何？なんだか美鈴さんが足立先輩に対して恨みを持っているように見えたから。恨み？そう、足立先輩や美鈴さんみたいに踊ってみなさいよ。いつもタラタラ私と横で踊ってさ、あんたみたいな下手くそと一緒にダブルキャストにされる私の身にもなってよ。いい加減にしなさい。ずっとトップに立ち続けるなんてね、不可能なの。この世界には世代交代とか時代ってもんがある。確かに私の時代もあった。でも今はミカの時代なの。その時代をつかむためにみんな必死で頑張ってんの。じゃあその時代を過ぎたものはどうするかって？支えるのよ。今の時代のトップを支えてあげるの。レイナちゃんはいつまでこのバレエ団のペットでいる気かな？ペット？そんなことないわよ。小6の時の全国コンクール。そんな昔の話忘れたわよ。小学生最後の部、私が2位であなたが1位だった。ああ、順位はよく覚えてるわよ。だって私が優勝したんだもん。純ちゃんも確実に入賞できるはずだったのに。あれ？入ってなかったっけ？負けないで、あんたがやったことさえしなければ。だから何のことかって聞いてんでしょ。ミカちゃん、やめて。あの時の話もうやめて。今純ちゃんがどんな気持ちでいるのかな。うまくつなぎ止めてた友情もこんなことでぶち壊し。この二人はね、こんなことじゃ関係壊れないぐらい仲いいんだから。本当かな。今後が楽しみ。久保先輩の衣装を食ったのは待って私先輩なんだ。違う、あの時切り刻む音がしてすぐ声があったのは私先輩の声なんですよ。久保先輩と仲良く見せかけて本当は邪魔だったんだ。待って、やだ、黙ってって言ってよ。わーよ、だからうるせえ。やだ、なんで。だから黙って。ここの前さ、いつからこんな話になったんですか。ミスズよ、あいつがレイナに変なこと吹き込むから。上辺だけの仲良しこよしがいつまで続くのかな。この際私も椎名バレエ団のプリマとして橘バレエ団の橘美鈴をとことん潰したいと思います。あの時さ、私の靴ひもに切れ目入れてたの純ちゃんだよね。またその話。いいじゃん。初めは些細なきっかけで大ごとにするような意図があって行動したわけじゃない。でも結果として大きな問題になってしまう。そこまで歯止めが効かなくなる原因や理由は何って。
心の闇や弱さをバレエで表現しようだなんて、頭がおかしくなったと思う？マグレー！素敵な後輩だよ、愛ちゃんも、レイナも。本当にそう思ってるんですか？思ってる。私このバレエ団のみんなが大好きだもん。この人過去にいろんなもの切ってるんだから。待って、私のトーシューズも自分の衣装も全部自分で切ったんだから、それを人のせいにして。コンクールに出られなかったのは私のせいじゃないでしょ。私に当たるのは間違ってると思わないの？クラニー、私にあんた何て言ったか覚えてる？だからそんな昔の話。似合ってるねって言ったのよ。スタンプカードぶら下げてる格好がお似合いねって。どれほど屈辱だったか。だから小6のコンクールでこの子のトーシューズ切ったの？答えてよ！そうですよ。こんなやつ舞台で失敗すればいいと思った。もうどうにでもなるわ。やめて！見てよ、ミカちゃん。抜かない。ミカちゃんもそいつの味方すんの？そうじゃない。ミカちゃんだけ私の味方にいてくれるって思ってたのに軽蔑した。私が切ったって知って軽蔑した。私はいつも置いてかれて軽蔑されて。私がいつ純ちゃんのこと軽蔑した？ずっとよ。小さい頃からずっと軽蔑